皆さん正面のスクリーンは長谷寺が桜が満開のね、皆さんもお参りされたことあるかと思いますが、ちょうどこの位置の写真は長谷寺の前の与儀山というお山があるんです。与儀山の中腹から撮ったこれ位置だと思います。とてもね、桜の時期も綺麗です。4月8日、10日前後が毎年満開になろうかと思います。どうぞまた桜の時期もお参りいただければと思います。それでは続きまして、武山太鼓越後天狗ライオン越後仏教青年会の方からおいでいただきました。最初の開会式の後、ご挨拶をちょっと省かせていただきましたが、仏教青年会会長長岡市、金剛光寺住職の樺沢慶生さんが現在仏教青年会の会長を務めてございます。本日ここに、会長の樺沢さんがいなかったのは、実は今本日ですね、越後新四国88箇所霊場を仏教青年会で、作りましたお大師様の像を、お像を背負って1番から徒歩で歩き遍路をしております。ちょうど今日がその歩き遍路の日程の最中だったもんですから、皆さん方には大変失礼をさせていただいて、この場にはいないんですが、実はそこから中継がつながっております。中継なんていうとちょっとおかしいかもしれませんが、それでは樺沢さん聞こえますか？はい、聞こえますか？聞こえます。会場の皆さん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。大きなお返事をいただきましてありがとうございます。ただいまご紹介にいただきました、越後仏教青年会会長樺沢と申します。本来なら本日その会場に出向きまして、ご挨拶申し上げるべきところでございますけれども、現在新潟県内の88箇所霊場を歩き遍路を昨年の11月から始めまして、2泊3日を10回シリーズで完結するお遍路の最中でございます。この度今回は回を重ねて8回目になります。8回目の今日が2日目でございますけれども、今こちらに安置してございます、弘法大師様の画像を担ぎまして、我々仏教青年会の青年僧侶がリレー方式で、お遍路をしている最中でございます。この日皆様方の研修会の日と重なりまして、大変申し訳ありませんが、この場から参加をさせていただきたいと思っております。今ステージの上には太鼓のメンバーが並んでいますね。はい。その他に今日今これから映しますけれども、9名の仏性メンバーが私のこちらの方におります。ちょっとじゃあカメラをゆっくりと回してみたいと思いますが、はい。そちらの会場には太鼓のエキスパートがそちらにお邪魔しております。こちらの歩き遍路は仏性のイケメンをこちらに揃えて、参加させていただいております。会場は今クスクスという話題が出てますでしょうか？受けてきてますか？はい。ということで大変申し訳ございませんが、
これから演奏の前に少しだけ私の方でお遍路のお話をさせてちょっといただきお時間をいただきたいと思います。これちょっとよく映るでしょうか。越後88箇所霊場の手拭いを作りました。補助してもらうとちょっとあれですが、はい、昨年の11月からね、はい、昨年の11月から、一番これはですね能の方になります。能の方から柿崎を通って直江津ですね、ずっと来まして柏崎市内入りまして刈羽、そして柴田に入りまして三条を下って三つ途中に入りまして、現在はですね今私がいるところは、62番長岡市の川袋というところにあります円福寺さんに今お邪魔をしております。そしてあと2回のシリーズで長岡小千谷、ね、小出南魚沼の方に行って最後塩川の88番薬師寺様というルートになります。あと後半残すところわずかくなっておりますけれども、現在の長岡市の川袋円福寺さんに今お邪魔をしているところでございます。そしてお大師様、このお大師様は昨年9月でございますけれども、私どもの仏教青年会創立30周年を記念をいたしまして、お作りをしたお大師様でございます。私たちの身近なお大師様でございます。このお大師様一緒に四国の越後新四国の88箇所霊場を回っていただいて、多くの方々からご縁を結んでいただいているところでございます。本日皆様方の お手元の資料の中にその創立30周年記念、総本山、長谷寺、高野山、そして伊勢神宮への参拝の段山の資料がお手元に出るかと思いますけれども、この88箇所を全部回った記念にこのお大師様と一緒に総本山長谷寺へ結願のご報告をしに上がりたいと思っております。そして、お大師様がご入場されている高野山へもお供をしていただいて、ご入場の地高野山でお礼参りを計画しているという旅行の案内でございます。このお大師様一緒にご同行いたしますので、どうか皆様一緒に行っていただければありがたいなというふうに思っておりますし、今後このお大師様いろいろな皆様方の菩提寺におきまして浄霊法要があると思います。そういうお寺の行事にもいつでも出会長といいますけれども出張いたしまして、手に触れていただいて、触っていただくことができると思いますので、それぞれのお大師様、お呼びいただければいつでもお大師様皆様あなたのすぐ近くに、お出向きなられるという体制をとってございますので、あるいは皆様方のご法事などがあった場合にもお大師様をお貸しすること、お貸しするという方はいいかどうか分かりませんけれども、お呼びすることができると思いますので、いつでもご用命をいただければというふうに思っております。さて、これから、太鼓の演奏に入りますけれども、般若心経を3回太鼓に合わせてお唱えをいたします。お若いの方はご一緒にご唱和をいただきたいと思いますし、その後に、六大経という曲をご披露いたします。六大経は、和太鼓の奏者、大変世界的にも有名な林英哲さんという方が作曲された方でございます。
曲でございます。宇沢さんのオリジナルの曲で、ありまして、何かあるごとにこの六代表を戦っていただいております。そして同じく林英哲さん作曲の不動を共演という、少し長い曲目になると思いますけれども、こちらもご披露をしたいと思います。で、私たちの太鼓というのはただ叩けばいいということではなくて、ご覧のように衣を着て、おけさをかけて叩く太鼓でございます。祈願をする祈願太鼓でございます。普通の演奏とはちょっと違うと思うんですけれども、私たちの願いが込められた、心のこもった太鼓の奉納になるかと思いますので、お聞きいただければと思います。それではまず私の方から、今日一緒に来ておりますメンバーと本日の太鼓の趣旨を願文として読み上げ、そして、お務めをさせていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。